はい、どうも、ケイキングです。今日はですね、ダービースタリオン続きやっていきましょう。今が8年目かな。です。はい。一応ちょっと確認してから。まあ、期待はやっぱ坂目が強いですかね。天皇賞春取ってます。ただ宝塚は負けました。いいところなしと。まあちょっと次ね、まあ頑張ってほしいですね。まあ引退近いかもしれないです。あとはキングキングとかいるんですが、期待はやっぱシーザーかな。まあ次でかいところ取ってくれるのはまあこいつじゃないかなと、一応思ってます。はい。そんな感じで。じゃあ進めていきましょう。あ、今週レースありますね。クリスマスだ、レース。さあ、キングクリスマス。ここ取れたらでかいですよ。やっぱ印はちょっと厳しいか。函館競馬10レース。G3 函館2歳ステークス。芝1200m。コンディションは良。スタートしました。好スタートは2頭。大勢ビジョン。スタートはまあ、よくはないですね。まあ、ただ前行ってくれましたね。この馬がじゃあちょっと飛ばします。ここで先頭が変わった。はい、行きますね。わずかに先頭はレコードチェイサー。いい位置にはいます。これは勝負どころ。わずかに先頭はレコードチェイサー。これは勝てる時の位置ですよ。ここでもまだただまあ外が来てると。レコードチェイサー粘れ。足がいい。2番手キングクリスマス。2着でもいい。2着でもいい。大激戦。大勢以上差し切ってかわされてく。勝ったのは、惜しいレースでしたね。まあ次にね、期待しましょう。まあ馬は若いですから。マジか、来てしまった。うっそー、シーザー。またか。いや、これ、デビューで、入厩してから、1年くらいね、怪我で休んでたんですよ。で、やっとデビューして、まあそこ買って、で、レース終わったらきっちりね、放牧出してたんですが、マジで、放牧出してやがったが、勝った後すぐね、まあ、疲れもなく元気いっぱいだったんですよ。マジまたか。いや、これは結構痛いっすよ、これ。G3、G2 期待できましたからね。もしかしたら G1 もね、取れるレベルあったかもしれない。まあ、これがダビスタっすね。まあ、施設とかね、整ってくれば変わってくると思うんですが。休みはね、ちょっときっちり出しておきます、放牧。ほぼ休んでるっていうね。いいじゃん。そらそれでいいんじゃない？祭りか。はい、じゃあ飛ばします。8月、来た、キング姉ちゃん来ましたよ。キング姉ちゃんの子、キング姉ちゃんは G1 2勝してます。スプリンターズステークスとフェブラリーステークス。まあ、ダート狙いに行くっていうのもね、いいですよね。さあ、祭りやね。お、坂上戻ってきた。坂上が来ました。帰ってきました。エースです。キングキングも来た。ルーキーも来たか。さあ、こっからなんですが、調教はね、まあ、やっぱ2頭くらいにしときたいですよね。ミリアンこっからは任せますか。まあ、これもぼちぼちね、まあ、稼いでくれるんじゃないかなと思ってるんですが。まあ、ちょっとこっからはさ、祭りと、キング姉ちゃん。これ行きましょうよ。キングオペラ。姉ちゃん、姉ちゃんの子か。
あ、ガールでいいんじゃない。ガールにしよう。キングガールでいこう。これお任せ解除して行きましょうかね。まあしかもね、頻波っていうのがいいですね。つなげてこう、しっかり。さあ、坂目なんですが、どこ使いますかね。坂目か。どこ使う？まあ一応天皇賞秋あたりを狙っていくって感じでいくか。増えてきましたね。ちょっとこいつは厳しいなっていうのは引退していかないといけないですね。さあここは軽く、よし、ガールいきましょう。ガールはね、あ、でもこれあれでしたっけ、ちょっとなんか足元良くなかったよねこれ。うっとポリトラでいきましょうか。うん、それでいこう。やっぱ怪我が怖いっすね。まあ最初はゲートやっていくんですが、はい、いきます。さあキング祭り、よっしゃ来た。これは頼むよ祭り。札幌競馬1レース2歳未勝利、芝 1500m、 コンディションは良。祭りだわっしょい。しました。出遅れはない。まずは先行争い、直線いきます。ピッチはどうですか。勢いよく追い上げ、いやどうだこれ、わずかに先いけるね。食い下がるベルクマリア、わずかに先頭はさやかちゃん、残り200を切りました。追い上げるベルクマリア、勝ちたいよね。2番手ベルクマリア差を詰める。うわ厳しいな。伸び足がいいさやかちゃん、さやかちゃん、印は飾り。まあ、ちょっと厳しかったですね。まあじっくり使っていきましょう。さあ、キングガール、キングガールか。とりあえずウッドポリトラ、ウッドポリトラ、ウッドポリトラみたいな。おいおいマジ、おマジかこれ、来るねマジで。ちょっと強めまでにしようかな。ガールマジ、やっぱなりましたね。いやそれにしても早すぎ。そうかそうかそうか、まあ、やっぱあれやな、ちょっと丈夫な子作って、で調教でゴリゴリ鍛えていく。まあ、それもありかもしれないですよね。はい、ちょっともう休みます。OK。じゃあ、ちょっとガールは時間かかりますね。シーザーパターンやね、これも。一応ね、施設なんですが、ちょっと一回戻りますか。いつもね、この画面に戻ってこないのは、ロード入るんですよ。しかも結構長いロードが入って、まあ編集でそこはカットしてるんですが、まあレース前のロードとかね、まあそういうのはなるべくカットしてるんですよ。なんでこの画面ね、戻ってこないんですよ。で、この辺とかもね、あんまり来ないようにしてるんですよね。はい、一応今の施設なんですが、こんな感じになってます。まあ、この辺とかもね、建てていきたいんですが、温泉は一応一つ建ててます。あ、商用バドとかも欲しいっすね。うん、これ欲しいな。ただ、今ちょっと金ないですよ。もうちょっと稼いでからっすね。はい、今は二つしかまだ建ててないです。はい、じゃあいつもの画面でやっていきましょう。とりあえず進めます。あ、坂目登録するの忘れてましたね。まあいいか。一回ちょっと使っとこう。
俺の出身、北九州市。福岡県ですね。福岡県北九州市。はい、じゃあ行きますか。 G3 は久しぶりじゃない？はい、まあ人気はありますね。人気とか、まあ印はね、まあまあぼちぼちと。じゃあレース。小倉競馬10レース G3 北九州記念、芝 1200m、 コンディションは良。スタートしました。スタート、まあぼちぼち、よくはない、よくはなかったけど。1番アンバルブライデン。うわマジか、速攻ダメっすねこれ。これもう無理やろ。わずかに先頭か。もうこっから来ないですよこれ。突っ込んでくる。残り200を切りました。逃げる逃げる。アストンマーチャン、アストンマーチャン先頭。マジもうちょっといい勝負できそうやったけどね。坂道と引退近い、まあ短いっていうのもあるんですが、まあ、ちょっと次は俺決めます。お、ミリアンが戻ってきた。坂目はね、まあ、ほんと故障だけ気をつけないといけないですね。これ繁殖牝馬使いたいので。まあ天皇賞秋の方がいいかな。スプリンターズステークス1200もでも走れたやろね。走れますよね。まあただどうかな。1200、まあ、天皇賞春を取ってと秋取ったらかっこいいよね。でもそうやね、ここは長距離じゃない、ここはちょっと飛ばして。さあ、キングルーキーか、タケです。ディープインパクトの子、キングルーキー、もちろんタケ豊かで。スプリンターズステークス1回使うか、まあすげえ迷いますよね。賞金を稼ぐんなら行く必要ないんですよ。まあ G2 とか行って、まあ、稼ぎに行った方がいいんですが、やっぱね、坂目はちょっと G1 行きたいよね。スプリンターズステークスか。ただスプリンターズステークスはキングネイチャー取ったことあるので、それなら天皇賞秋やっぱ行った方がいいね。よし、そうしよう。さあキングルーキー、ここはねサクッと勝ってほしい。逃げで。新潟競馬6レース3歳以上2勝クラス、芝 1800m、 コンディションは良。2勝クラスはやれる。ルーキーはバラついたスタートになりました。まず何がいきますか。早くも先頭1番タブレット、飛ばします。さあ直線、ここで先頭が変わった。いい位置いますよ。伸びも良さそう。食い下がる里のジェネシス。さあちょっと頑張ってほしい。外は来てないですかね。いやでも来そうやね。ピンクが来てると。さあここはかわされた。フラガラッハ、聖剣デュランダルの子やろ。切れ味抜群、聖剣デュランダル抜群やったよ。そうか、まあぼちぼちやねルーキー。いやそれはやめようよ、それはやめよう。キングキング1800はいけるね。よし、さあミリアン来ました。まあ結構期待してるんですけどね、ミリアンは。はい、クリスマスが戻ってきて、ちょっと坂目これ変えます。で天皇賞秋目指しましょう。
さあ、じゃあ進めていきます。うん、まあミリアン悪くはないですね。中山競馬6レース3歳以上2勝クラスダート 1200m コンディションは良。スタートしました。よし、スタートいいよ。少しばらついた。これもらったよ。キングミリアン勢いよく追い上げる。いや、これで勝てなかったら結構厳しくないですか。桜エンパイア差を詰める。キングミリアン、うわ、大丈夫。先頭か。桜エンパイア突っ込んでくる。粘れ。中を登って桜エンパイア、ここで先頭が入れ替わる。アイアムアクトレス。粘れんか、これ。アイアムアクトレス先頭でゴール。一着。いや、こんなんじゃバーミリアンにはなれません。これセールで1000〜2000万くらいの馬ですね。さあ、キンキン来ました。3勝クラスはいける。3歳以上3勝クラスいける。キングキングならいける。コンディションは良。スタートしました。13頭。さあ、もう直線いっちゃいます。いいよ、1位よ。さあ、ただ外も来てると。こっからもう一伸び、加速しろ、キングキング。粘ってはいるんですが、これは厳しいか。マジで根性見せたね。いや、これは勝ってくれましたね。底力発揮したんじゃない。いや、危なかった。とりあえず3勝クラスいきました。 OK。 さあ、キングクリスマスが出走。ここはね、もう軽く勝ってね、また G3 とか挑戦してほしいですよね。さあ、あとは大丈夫かな。キングキング大丈夫。はい、じゃあ進めます。まあ人気はぼちぼち、印はぼちぼち。阪神競馬3レース2歳1勝クラス芝 1200m コンディションはやや重。スタートしました。さあ、いいスタート切りましたね。ジョーアラビカ突っ込んでくる。先頭、さあ来い。そっから、ウィンフェニックス。これは無理っすね。わずかに先頭か。ここから坂を駆け上がる。こっから今夜のウィンフェニックス伸び足がいい。2番手ジョーアラビカ差を詰める。成功来航まとめてかわした。まあ、よく来たホースか。差し切ってゴール。まあ坂は大丈夫そうですね。成功来航。まあパワーがどれくらい大事なのか、まあね、ちょっとわかんないんですが、一本この今さ、まあ順番にやってるじゃないですか、パート15とか16とかで出しててるんですが、それとは別に番外編っていう動画出したんですが、秋コバ3巻撮ったやつ。まあそれは一応ね、調教でパワーもしっかり調教しました。はい、行きましょう。マジ？行く？大丈夫？怪我大丈夫？お、祭りが戻ってきました。じゃあ、芝ダート坂をね、まあ、順番に調教してっていう感じでやりました。さあ、祭りですね。ちょっとこれ鍛えていくんですが、まあ、祭りはまあがっつり鍛えて、ガールは気をつけないといけないと。いや、さすがに骨折早すぎたやろ。さあ、ルーキークリスマスチャンスある、うん、ここはちょっとサクッと勝ってほしいですが、レース。阪神競馬3レース2歳1勝クラス芝 1600m コンディションはやや重。スタートしました。さあ、前行きましたね。キングクリスマス勢いよく追い上げる。キングクリスマスわずかに先頭か。食い下がるメープル。キングクリスマスわずかに先頭か。ただもう一伸び欲しいね。大丈夫。キングクリスマス伸び足がいい。ウィーンズベスト食い下がる。よし、オッケー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 。キングクリスマス先頭。勝ちました。キングクリスマス逃げ切ってゴール。一着。キングクリスマス
結構やれる子かこれ。新馬戦勝って G3 負けてのここ勝ちやね。さあルーキーはやるよ。阪神競馬6レース3歳以上2勝クラス芝 1800m コンディションはやや重。スタートしました。よしスタートいいね。少しバラついたスタートになりました。さあ直線ドラゴン勢いよく追い上げる。わずかに先頭は伸びてますよ。ここからが勝負どころ。先頭はキングルーキー。おこれは残り200を切りました。キングルーキー大丈夫かな。外来てると粘れんか。ここで先頭が入れ替わる。湘南タイガー湘南タイガー差し切ってゴール。ルーキーなんか何とも言えないんですよね。悪くはないんですけどね。さあ、ミリアンか。そろそろ勝ちたよね。まあいいレースはしてるんですが、ね、いいレースはしてるんですよ。1800か。どうですかね。1800いけますかね。まあ今後は楽しみ。あ、そうか、一回負けとんか。一勝クラスで負けてからの勝ちやね。で祭りやね。祭りは絞っていきましょう。オッケー。こっから合わせ強めに落とします。でレースなんですが、どこ行こうかな。あ、2000とかいいですね。はい、2000行きましょう。さあ、OK かな。じゃあ飛ばします。人気はぼちぼち。中山競馬7レース3歳以上2勝クラスダート 1800m コンディションは良。スタートしました。梅太郎突っ込んでくる。さあ直線良くないね。迫る天 M 迅速。もうこれダメパターンですね。先頭か。ここから坂を駆け上がる。天 M 迅速。このパターン多いんですよね。2番手ハーベストムーン差を詰める。先頭が変わった。ハーベストムーン先頭。ハーベストムーン押し切って内外内みたいな、ね、外みたいな。勝てると思うんですけどね。ここはさあ10月祭りですね。祭りが出走。頑張れよと。ここはおキングキング2400いく。いっちゃう。おクリスマスも行くか。ちょっとこれ楽しみですね。まあ祭りもね楽しみですし、2000はねまああるんじゃないかなと思うんですが、よし OK かな。ねえちょっとこれ厳しいよね。もうあと2回くらい使って厳しそうだったら引退で行こうかなと思います。ルーキー厳しいね。ルーキー引退する。ディープインパクトの子ルーキー、まあやれそうな感じ。まあ人気はあるんですけどね。やれそうな感じは出てます。あ、結構いい時間来てますね。ちょっと今週で終わりたいなと思います。はい、3レースあります。行きましょう。さあキングキングかキングクリスマス、いやどれも勝ちたいね。キング祭りも勝ちたい。よし来た祭り、来た祭り、いける。これはマジ勝ってくれ。まあちょっと印は飾りみたいなところがあるんですが、まあそれでもやっぱね20丸5個信じたい。芝 2000m コンディションは良。スタートしました。
14頭ほぼ揃いました。これで負けたらちょっときつくない。スタートいいですよ。キング祭り先頭を伺います。来いよキング祭り。1わずかに先頭はキング祭り。こっからレースガーデン勢いよく追い上げる。こっから来るやろ。じわじわ伸びて、よし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 。キング祭り伸び足がいい。キング祭り祭り来ました。お待たせしました。キング祭り逃げ切ってゴール。勝ったのは7番キング祭り。人気に応えました。いやこれ期待してるんですよ、カーニバルの子。熾烈な2着争い。そこそこやれるんじゃないかと。金亀とキングカーニバルの子。さあキングキング名称ベルーガか。印ついてますね。まあクリーチャーとかミッキーロケットとかもねいるんですが、まあいろいろ揃ってるか。まあここ勝てばね、まあ G1 見えてきますけどね。さあレース。京都競馬10レース G2 京都大賞典芝 2400m コンディションは良。スタートしました。でも本当に強い馬って出遅れなんか関係ない気もするんですよね。外から押して16番ノーブル。あの番外編で出したキングのぞみ出遅れたんですよ。それでも G1 取ったんですよ。好位をキープ。だ関係ないかもしれないですね。粘っている先頭はノーブルマーズ。あーこれ厳しいな。差を詰める先頭はノーブルマーズ。名勝ベルーガまだ動かない。ノーブルマーズ粘っている。行くぞっていう感じで、ね、見えたんですが、クリンチャーまとめてかわした。クリンチャー差し切ってゴール。外に一回出してほしいよね。7番クリンチャー名勝ベルーガ。さあクリンチャー勝ちました、ね、熾烈な2着争い。ちょっと苦しいか実は。さあクリスマスもやっぱちょっと苦しいか。印は厳しいですね。東京競馬11レース G3 サウジアラビアロイヤルカップ芝 1600m コンディションは良。スタートしました。少しバランスが1600が得意ところ見せよう。まずか外から押して13番。さあ直線いきます。アブソルティスモ粘る。あーこれダメですね。アブソルティスモ。コスモイグ。これはダメだ。外から差を詰める。わずかに先頭はアブソルティスモ。コスモイグナーズ差を詰める。クラバシュドール。ここでもまだ後方。でもこれ飛ばせないですよ。ここで見るしかないです。マーブルカテドラル。コスモイグナーズマーブルカテドラル。マーブルカテドラル。いいとこ来てます。走ってゴール。はい、まあぼちぼちと黒字にはねなってます。さあルーキーか。もうルーキーここ厳しかったらちょっと引退も考えます。まあ馬が若いとかね、まあそういうのもあるんですが。お疲れどんじゃん。ちょっとクリスマスは大事に使おうよ。祭りか。まあ、祭りも一旦休み入れてもいいですね、これ。ちょっと一回入れとこう。祭りも。ミディアもそうやね。あと2回くらい使ってちょっと厳しそうったら、これも引退でもいいですね。シーザー期待してるんですけどね。まあ、まだ時間かかりますね。はい、ということで、今回はここで。終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。